はい、今回ですね、はいはい、シゲドッキリ企画ということでやってまいりました。このシーズンが、はい、はい、どんなドッキリですか？今回ですね、まあ、検証ドッキリなので、はい、まあ、シゲがどういう反応を示すかっていう検証をしたいと思います。はい、簡単に言うと、タカと僕が取っ組み合いみたいな、ちょっとこうね、喧嘩します。はいはいはい、はい、はい。初めてです。初めての試みです。まあ確かに。やったことないですね。やったことない。切り気はないですもんね。だから、ちょっとね、不安要素もあるんですが、でもちょっと、シゲがどういう反応をするかっていうところと、僕らの、ほんとね、大根役者並みの。いやー、マジで。いやー、ウンパがおるから思わないですよ。そうそうそう。そこをね。いや、これほんと演技ですから、ね。そう、演技ですから。ドラマの中の世界と思って。はい、まあ、そうかそうか。はい。それで楽しんで。ドラマオファーあるかもしれへん。いや、あるかもしれないし。これ。いやー、でも結構シゲは、ね、敏感ですからね。いや、相当疑ってるっすよ。もう疑ってる。めちゃくちゃ疑ってるから。連絡した時から、めちゃめちゃ疑ってて。あ、ちなみに、これからの、1時間後にシゲが来ます。はい、はい、で、今先にやって打ち合わせをちょっとやってるんですが、まあ、不安の要素いっぱいなので、で、まあ一応ちょっとね、このここに少し切り込みをこう入れて、はい、破けやすいようにちょっとしとくので、うまく誘導できるように僕も頑張りますけど、ちょっとどうなるの、どうなるか、マジでわからない。まあ、とりあえずなんか言葉を発したらなんかゴーみたいな感じ。あ、そう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 、ちょっとね、なんか僕が勝手に拾いに行きます。あ、わかりました、わかりました。はい、ちょっと舐め腐った態度でいいですか？そうですね。僕はじゃあいい感じの中間っぽく。中間っぽくっていうので。シゲの反応を楽しむのと今回の動画はですね、うん、僕らの大根役者っぷりを楽しんでいただければ。確かに確かに。はい、と思いますので、じゃあ早速シゲ、ドッキリ企画スタートしたいと思います。よっしゃー、行ってみましょう。はい、行きます。誰もなくね？まだいないし。ちょっと。あ、誰も来てないよ。多分そうっす。迷ってんすよ。今日さ、ちらっと聞いたけどさ、はい、なんか虫なんでしょ？あ、そうです。なんかさ、畑に行っちゃったんじゃない？え、そうか。あ、お疲れ様です。いや、待って、もうマジで分かんなかったんですよ。バカ迷った。うわっ、ちょ待って、なにこれ、絶対ドッキリや。ドッキリです、絶対。今日なんすか？だって内容何も聞いてないんで、もう俺ら。今日さ、ちらっと聞いたけどさ、はい、なんか虫なんでしょ？あ、そうそう、バンジーじゃないの、とりあえず。いや、2階からバンジーだし。ならいいよ、まだ。来ましたか、ドッキリおじさん。おいおいおい、ちょっと待って、那須さん遅刻やって、もうこれ、え、一個で分かった？難しいですけど、いや、俺全然、もうお肉と迷った。何行けよ、マジで。今日のドッキリやってようかなって。それで行く？ウンパルンパバカ。おいおいおい、すな、そんなの。死ぬぞ。大丈夫です、ウンパルンパ。那須さんは？え、今日5時からっすよね。そうですね、一応5時からね。そうですね。那須は何をやっとった？何をやっとる？那須さんたら、本当に。どうですか、失礼します。なんか今、前の撮影が終わったみたいな。何をしとる、那須は。え、じゃあ結構どこでやってるんですか、前の。ちょっと僕も外しちゃって、そこ分かれてもしれない。ナスは何をしとる？いや、でさ、結構、え、どうやって。分かった、あれだ、ドッキリかけてくるって分かってるから、遅刻してくるから、ウンパルンパブチギレドッキリしよう。逆にね、ブチギレ逆ドッキリしよう。ドッキリからやってないね、時間は覚えます。俺が切れるって、もう俺が切った瞬間にドッキリになる。俺が切れることだって何だろう。何をしとるかね。1時間後で全然よかったっすよね。いや、ほんまに集合早すぎるやろ。30分待っとるね。
わかりました。ちょっと、あ、じゃあ迎え行きます。もう来た。ちょっと待っててください。来たな。来たな。ごめん。来たな。あ、ごめん、めっちゃ遅れた。ごめんごめん。おつです。おつです。よろしくお願いします。おつです。今日は何をするんだ。ほんまのあれなんですね。カメラ始まるまで知らされない。はい、はい、初めてのパターン。今回なんですが、はい、実は何も知らされてません。はい、そうですね。だからもうセンサー立ってますよ。要はですね、ダダン、ちょー待ってくれー。ちょーほんまにと、はい、じゃ、はい、カブトムシを食べてみよう。おい、40分遅刻で、40分遅刻おじさんが苦しくってよ、まずね。はい、40分、もう笑ってないやん。もう、マジできつい。もう、いよいよ、本物ですか、それとも偽物ですか。ほんまにやがってみて。チョコレートで作ったやつとかじゃなくて。じゃあ見てみましょうか。お、厳重。うわぁ、そういう感じ。さらにね。厳重に。じゃあ、匂いやばいね、絶対これ。うわぁ、よっしゃ。じゃあ、ほんま、生きてないですか。なんでだっさん、え、ガチだ。はい、ですね。うわぁ、うわぁ、うわぁ、足が取れた。はい、こちら、こちらです。こちらを食べようの企画です。お前、全然喋らないし。本当に嫌なやつや。何かを企画やって、罰ゲームでこれやろうみたい。いや、違います。え、もう、え、これどういうこと。昆虫スナックを食べようの企画です。待って、昆虫は甲殻類、エビ、カニと近い生物です。アレルギーをお持ちの方は食べないことをお勧めします。しゃー、うん、しゃー、俺エビカニアレルギーっす。いや、初めて来た、エビカニアレルギー使える時が。これな、近いだからね。見てくれ、見てくれ、これな、近いエビカニアレルギー。近い、近い。甲殻食べなかったらいいってことだな。食っても別に死ぬって分からへん。食ってみな、分からへん。ごめんなさい、選ばない、言葉選ばないと、ちょっと雑っすね。雑ねえ。雑いやいや、その雑だった。ちょっと、いや、これどう重い。はい。それは重くなる、重くなっちゃうんですね。これはもう誰もが食べたくないっすもん。重い、ちょっと。え、はい、ちょっとだけ待って、もう一回。はい、一回行く。いいっす。ちょ、空気重くしたのね。空気重いっす。うん、てか、めっちゃ気になるんだけど。いや、まあ、食べたくない。食べたくない。食べたくない。いや、無理っす。てか、無理っす。わかんない。ちょ、ごめん。俺、遅刻してきたからさ。はい。あ、待って、ちょっと申し訳ないっていう気持ちなんだけど。はい。なんか、気分悪いじゃん。いや、俺全然悪くない、全然悪くない。まあ、ありがたくない、ちょっとね。まあ、ちょっとこれは気持ち悪いです。いや、なんか、すげえさ。まあまあまあ。40分ぐらい待って。これ。いろいろこうね、ナスチャンネル幅広くっていうところですから。幅広くってね。幅広く。伝えにくいけど。顔にめっちゃ出てるからさ、じゃあ。ほんますか。うん。じゃあ、いや、タカずっとにっすよね。あ、まあ、いやいや、これだって。まあ、押しちゃったんですよね、前の撮影が。うん、押しちゃったんだけど、いや、空気重いなって思ってた。はい、行きましょう。ちょっと待ってくれ。空気重い。うん。じゃあ、なんか、タカ文句ありそうだからさ。いやいや、ナイス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 。待たさせられて。まあまあ、待たせられたというか、まあね、その、待たさせられたというか、まあ、撮影がね、長引いてたから。まあ、それは知らないけど。せっかく、俺、さ、まあ一応、真剣に考えてたんだけど、うん、これで、うん、まあ、まあまあ、いや、これでっていうのは、これでってちょっと言われるし、さすがに、さ、つまったら、うん、これでは違うでしょ、ちょっと。カブトムシにかけてカブトムシ。いやいや、こいつこいつこいつ。はい。いやいやいや。ちょっとなんか。え？やめるの？あ、まあ一旦。え？なんか。なん
これですよ、ね、正解分からないんだけど、ちょっとこれでって言われるのはちょっとさ、いや俺ごめん、ちっちゃいかもしれないけど、これでって言われるのはちょっと、いやそれマジすいません、うん、これって何なんて思うし、あんまりなんかその企画をなんかな用意してもらってさ、なんか言われるちょっとさすがに俺としてもちょっとイラってくるかな、さすがにまあこれっていうのもちょっと言いづらいでしょ、すいません、もうその態度がもう出てるんじゃない、だってめっちゃなんかちょっと反抗的だしな、いやまあいや全然反抗しないっすよ、いや反抗してるでしょ、いや、してるっす、してるでしょ、ね、さすがにしてるでしょ、してるっす、いやいや、ちょっと怖い怖い、いや、ちょっとおかしいじゃん、あ、手は手はない、ちょっと手は、多分あれスタカ君もね、そのちょ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 、もういやそんなこと、別にそういうことで言ったわけじゃないですよ、そんな目で見られたくないし、いや、そういう意味で言ったわけじゃないですよ、そういう意味じゃないです、多分、いやでもどう考えてもまあ、那須さん遅れてで、その俺ら企画内容とかも全然知らんし、いや、そんな普通に俺らもなんかそういう、はい、食べてみたいな言われてもさすがにちょっときつい、目がさ、ずっとさ入ってから、なんなんと思うし、まあ、いやまあそもそも、ね、そもそもなんか、うん、そう、いや、そういうつもりだったわけじゃないですけど、ずっとなんかこう、行った後にすみませんっていうのが、その絶対に睨んでる人、ちょ、わけわかんないし、これさ、まあまあ、多分、だから、もうやめようだったら、うん、だって来てさ、あれ、今日は、武士です、うん、何がおもろいねん、だから、おもろいのが違うでしょ、おもろい、おもろいのが違うでしょ、だって違くね、違うじゃん、だって、ね、ちょっと待って、ね、来てよ、来てよ、まあ、違うじゃん、来てよ、来てよ、来てね、言葉はちょっと良くないでしょ、これいいっす、いいっす、それが良くないでしょ、ね、いいっすよとかじゃなくて、その態度良くないでしょ、ね、待たされすぎてちょっとイライラしてました、まあまあでも撮影がね、ちょっと長引いたっていう、いいよ、まあ、ポイントとか、いやいや、こういやいや、いいよ、別にじゃんけんして負けた人、いやいや、普通に那須さんが食べたらいいよ、一応最初、いや、食べるってことで、那須さん一匹俺の企画やん、だって食べるもん、食べれない、うん、企画俺企画してるから、でも4匹いますよ、うん、一人一匹でやな、一人一匹だったら、まあ一応割り切れるはします、いや、でもボケエビカニアレルギーなんで、まあ確かにきつい企画です、来い、何ですか、おー、あれはほんとだ、いやいやいや、じゃあ、ボールかマジで、ストイレ、おー、じゃあ、じゃあ、じゃあ、シゲー、なんやこれ、なんやこれ、お前茶番偉いかい、おい、おお茶番、おい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 、俺ずっと笑っとった、俺もずっと、ナスさんが早よせえ早よせえって言って、もうどうしたらよかったちゃんと、ちゃんと引っかかってたよ、はい、で俺こうやって言ったらなんでお前止めるみたいな感じだったもん。あのですね、これはですね、シゲ検証ドッキリをやろうと、え、僕ら3人で、一応ね、ミーティングをしたんですが、これは初の体験ですね、はい、初の体験で喧嘩ドッキリをちょっとやろうと思ったんですよ、いやもう途中で、はい、もう正解わかんなすぎて、はい、もう俺これ食べようかなあのね、着地地点がね、やっぱりね、これは難しいですね、難しいですよね、おい、来いよって言いながら自分で行くのやろ、ボソボソ来いよ、途中で自分でやるやめろ、これラスト自分でやるかと思ってやばいと思ってという、あの、シゲがどういう顔をするのか、あの、検証ドッキリでした、いや、もうやめてくださいよ、はい、もうそれだけです、もう、あの、カブトムシ食べません、いや、もう、那須さん、どんなとこでスイッチ入ってんだろう、やべえやつやん、やべえやつやん、俺さ、那
スター、沸点もおかしいっすね。いやいやいや、だから、あの、沸点を探してたのよ。はい。もう、土星論って言われてたから、そうだよなーって思って。マジってずっと笑い声ですよ。え、そっち側なんだ。めちゃくちゃそっち側だよ、俺。いや、普通になんか、あれだと思ってた、普通に。名義だったでしょ。いや、名義してたわ。お前さ、しかもエビが垂れる日って笑えそうになるから、やめやがな、確かに。ちょっと、マジでおもろかったな。ちょっと。とでもなんかさ、悪いなんか言葉言ったらそれをもう、来たーってなってさ、なんつったんだよ。もう、こうやってるのがさ、もう違う。俺自分で行くから、マジで自分で行くから、これ自分で行くのおもろいなって思いながら、なぜか、あーだよ。全然行かんもん。あの、今回はですね、まあ、検証ドッキリ、シゲ検証ドッキリなんで、はい、シゲがどういう反応するか、いやというのをね、はい、ずっとあの見させてもらおうと思ってました。そしたら、思いのほか、演者の、はい、演者側がめちゃくちゃ難しいっていう、難しい。初めての試みなので、はい、ちょっと温かい目で見守っていただければと思うんですが、はい、はい、まあ、これでちょっと終わります。シゲ検証ドッキリということで、はい、あの新しい僕らのこの不慣れさ、と、はい、シゲの表情を楽しんでいただければということで、新しい試みをやってみました。実際がこうやってるとこもちょっと映してくれ。来てくれってやってるので、まあ、そこも中心に、はい、今回はタカとシゲとウンパに協力してやっていただきました。はい、シゲ検証ドッキリでした。ありがとうございました。